特定技能外食業。試験の質問。質問25、加熱調理について正しいものはどれか。 A、 米を炊くときには米を洗ったらすぐに加熱をすることで美味しいご飯になる。 B、 材料を茹でるときのお湯の中に塩を入れると白い食材の色がより鮮明になる。 C、 時間が経って品質が悪くなった油を使って調理すると食中毒になることがある。B、 鉄板やフライパンで焼くことを直火焼きといい、食材に火を当てて焼くことを間接や間接焼きという。